はい、おはようございます。始まりました。今日のワンコンテンツ、毎日更新でレトロゲームをやったり、遊んだり、紹介したり、体験したり、そんなこんなができたらいいなと思っております。よろしくお願いします。はい、今日のゲームはこちら、バットマンリターンズですね。はい、というわけでやっていきましょう。はい、バットマンゲームですね。まあ、毎回言ってますけど、バットマンは私はどんな感じのストーリーとか、キャラクターとか、全くわかりません。はい。まあ、ファミコンで2本、ゲームボーイで1本やったっけ、今まで。どうだったっけね。そんな感じで、何本目かのバットマンのやつですよ、と。で、ファミコン時代は3ソフトあったはずですけど、ゲームボーイどうだったっけ、あ、ゲームボーイやったっけ、持ってたっけ、あ、持ってなかったかもな。どうだったっけな、忘れた。はい、というわけで、スーファミはコナミらしいですね。どんなだったっけな。でも、ゲームシステムとか一緒のようなイメージがあるけどな。まあ、やってみましょう。アクションゲームでしょう。ジャンプアクションでしょう。というわけで、今日のワンコンテンツ、1回ゲームオーバーするまでどんな感じのゲームでしょうかとか、体験したり紹介したりがいいなと。だからさっき言ったか。言ったね。よっしゃ、やるよ。やるよ。レッツゴー。バットマン、なんつか、なんつか。あ、バットマン側のロゴっていうか説明とかが、これ実は出た後にコナミが出るんですね。お、BGM が。あ、すごい、なんか、この状態からシームレスというか、あの流れるように始まるオープニング。コナミのロゴバックにね、BGM が始まるのは。え？スクリーム。わからない単語多いな。もうちょっと上まで。ゴッサム、リバー。あ、なんか、クマ、白クマ。ゴッサム、オールドゴッサム。ズー、動物園、ダークネス。ヒュージエンペラー、なんて？わかんない。とにかく悪いやつをぶっ飛ばせばいいんだな。33年前。出た。クリスマス。クリスマスが来たよ。ストレンジ、ペンギン。ペンギン？アンドレンジ、プラザ。コスタムプラザ。あ、なんか、悪そうなやつが下にいる。ザ・クラウド。ザ・ボックス、全然わかんない。サーカス、ギャング。ガーレン、キャレン、どうだ、どんな感じじゃん。こいつを懲らしめればいいの。いや、バットマンのマーク。リターンズ。もともとはその DC コミックっていうところの。コスタム室ハザーニューヒーロー、悪を懲らしめるために、ベアストレングス&インタレスティングアンダーヒズダークマスク、顔は隠れている。ミステリアスバットマンは勇気立ち上がる、悪に向かって立ち上がる、銃を手にしている。フレジピーザットエクスうん、何、切られた。なんで読んでる途中で切られた。マックス・シャレック。なんだっけ、なんだっけ、女の人。ひどいな。キャットウーマンですか。この人は敵が味方がどっちなんだ。あのマスク、正体バレそうだけどな。そういうことあんま言っちゃいけないんだろうけど、なんかバットマンにしろ、こっちのキャットウーマンにしろ、正体バレそうだけど、声書いてるわけじゃないんだし。ザ・バット、ザ・キャット、ザ・ペンギン。三つどもえ的な。たっぷりとしたデモ画面っていうか、オープニング画面というかですね。あ、なんか三つどもえっぽいですね、なんかね。まあ、ペンギンは敵として、キャットウーマンが敵か味方かって感じだな。
前も言ったけどさ、私アメリカンなんちゃらにコミックス的なことの知識が全くないので、まあ、てか、まあ、あんまり見たこととかもないので、どれがマーベルで、どれが DC コミックスでとかよく分かってないんですよね。タートルズはどれなのそれのどっちも属さないの。スーパーマンは DC ではなんかねあるらしいですけどね。まあ、その辺分かりやすく言うと、ジャンプとマガジンの違い、ジャンプマガジンチャンピオンサンデー昇格館、集英社、講談社、秋田書店、その辺の違いって思えばいいのかなみたいな。ベルトスクロールアクションっぽいこれ。あ、でも、あ、ベルトスクロールアクションこれ。あ、子供たち。ベルトスクロールアクションかな。なんか思ってたのじゃないの。じゃあなんならこの画面初めて見るかも。あ、アクションが、このなんか悪いサーカス団をぶっ飛ばせばいいのか。AB、YB 同乗してこのバサーができる。あ、 LR でガードができるじゃない。あ、バイカーって書いてある。全然当たらないんだけど、かわいそうに。あ、ガードしててもちゃんと食らうね。ちゃんとじゃないけど多少食らうんだ。結構ベルトスクロールアクションやっててガードできればなっていうシチュエーション結構あるからね。なんていうか、スインクラウンって書いてある。あ、セレクトボタンで武器を、ん、あ、え、 A ボタンでなんかワイヤーアクションができる。これは、あ、 A ボタンでなんかブーメランを投げることができる。痛い。じゃ、あのバズーカぶっ飛ばそう。で、あと、あ、つかみ投げとかもできるんだ。これあれか、その銃じゃなくてなんかワイヤーガンみたいなことか。あ、これで奪いを詰めてガソンガソンってやった方がいいな。なるほどなるほど。そのバズーカ敵にも当たるのいいね。なんかね、珍しいよね。このベルトスクロールアクションかの感じでこう敵同士に判定があるの珍しいね。この投げ技がそんなに敵にはダメージがあった。あ、なんかやばいやつがいる。なんかやばいやつがいる。松明を持ったやばいやつがいる。どうなってんのこいつ。一応この世界ってその妖怪的な、人外の人はいなくて、全員そのコスプレ悪いやつってことでいいのかな。多少身体能力に優れてる人はいても、その中それを超える超人とか、まあビーム出したりとかそれ系の超人はいない世界ってことでいいのかな。あんまよく分かってないんだよその辺。おお、大回復。おお、大回復。おお、ファットマン。
あ、本当にファットクラウンって書いてあった。痛い。百貫落とし。この A ボタンでやるこのワイヤーキックがメイン火力、あ、痛い。メイン火力になりそうだ。普通に、あ、痛い。ちょ、画面外からその上に攻撃はなしだぞ、お前。ルール違反やぞ。顔面をドーン。顔面をドーン。よしよし。お、おうおう、かっこいい。どっから出てきてんの？あ、敵側。あ、逃げる逃げる。あ、なんか飛ぶことできた。え、バットマンって飛べるの？あれ、羽。飾りじゃないんだ。今何投げてるこれ。ちょ、なんか武器が変わったかも。普通の、今まで。あ、違う、ここ。あ、ベルトスクロールじゃないアクションになってる。今。ジャンプアクションステージになってる。あ、変わんのね、それ。何してんの、あいつ。この松明は別に足元に来ても何も痛くないらしい。ジャンプして当たるとダメらしい。痛っ。地面を跳ねたやつは判定ないけど、空中のやつは判定あるらしい。お前嫌い。てか敵多くない？痛い。あ、武器変えられない。あ、LR のガードは生きてんの。なんかいつの間にかダメージ食らってんな、この世界。あ、人質。キャースタンガン。ん？おー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 、痛い。あ、あと一機あると思ったらゲームオーバー。この人も出てくんだろうな、いつか。コンティニュー3、エンド。コンティニュークレジット制か。これどうだろうな。もともとベルトスクロールアクションと、まあまあベルトスクロールじゃないアクションもあったけど。他のアーケードとかであったゲームなのかな。まあ一旦 BGM がないのもあれなんで、一旦コンティニューだけしますけど。時間制限とか、ああ、そうだね。ベルトアーケードゲームだったらありそうな、時間制限のやつとかが書いてはないですね。ってことは、まあ普通のアクションゲームだったのかな。海外で作られたやつの逆輸入とかの可能性もあるけど。はい、そんな感じで、まあ一旦ゲームオーバーしましたので、ここで終わりとしましょう。はい、というわけで、本日お送りしてきたのは、サンソフトではなく、コナミのバットマンリターンズというゲームでした。はい、というわけで、ありがとうございました。お疲れ様でした。よろしければチャンネル登録、高評価などもいただければと思います。お疲れ様でした。さようなら。